はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はねこちら東京ディズニーランドホテルにやってきました。もうね東京ディズニーリゾートでは七夕のねイベントやってますけれども、ここのねシャウトガーデンレストランというですねビュッフェスタイルのレストランがあるんですけども、そこでもね七夕バージョンのご飯がね食べれるということで、早速ですね今からシャウトガーデンレストランの七夕バージョン行こうかなと思います。それでは早速ですねディズニーランドホテルの中行きましょう。これですね七夕限定のメニュー、楽しみだ。では早速行ってきます。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうねディズニーリゾートのホテルの中では多分ねここが一番ね安いんですよ。落ち合うのはねここよりさらに1000円ぐらい高いので、やっぱりねホテルのビュッフェだったらここのですねシャウトガーデンレストランがねいいかなと思います。他にもねシェフミッキーもあるんですけれども、シェフミッキーは正直キャラクターいっぱい来ちゃうので、あんまりねご飯をね楽しむ時間がないんですけれども、ここはね本当にねゆったりとね楽しめますので、おすすめでございます。はい、ということで今日はですね東京ディズニーランドホテルのですねシャウトガーデンレストランの七夕のビュッフェ食べてみました。もうめちゃくちゃ美味しかったです。もういっぱいね種類もありましたしね、パンもね種類もあったし、もうなかなかねもうデザインも良くて面白かったですね。はい、ということで終わりにしましょう。ジョーマジックでした。バイバイ。